じゃあ昭和のアリンコに。もえちゃん。ゆうちゃんって言ったらこの間ね。ゆうちゃん。興奮します。
まゆみ、まゆみちゃん。今日なんかそういうなんかまゆみよりもゆういちの声に。今日日記に書いてもらって。ですね。今日は昭和とはいえども、あのそんなにあのあれですね。あのまゆみ一色では染まってはあれなので。次あの作ったけどまだやってなくてずっとあの寝かしてたというか練習をし続けてた曲です。初です、ね。おお。まあ、さっきの、まあ、前新曲とも言わず今のもずっとやってたんですけどね、あの次のはですね、あの僕の小学校の時だったんですね、昭和、多分昭和50何年ぐらいだったんでしょうね、意外とね、若い僕は少年
忘れてたのですあれ打ち合わせ通り、ね、そんだけユイチはいユイチいやでですね次もまたあの次でうちら最後にしますね、ですねこれは僕も作ったやつであの、まあ、また酒場な感じのやつ特に酒場の人じゃないんですけどね酒場っぽい顔見てるとなんか酒場っぽいんだ本当はさっきあの打ち合わせではあの気を太郎に飲み違う
表もあれば裏もあるって言ってやろうと思ったのすっかり忘れてしまいました。最後ですもったいないな、ね、今の欲しかったな。最後の曲もでもそれに合うから乗っけちゃうのっけちゃう縛れるね。あの人はどこへ行ってしまったんだろうね。消えてしまうのでしょう。煙のように儚く商売女だと軽く見られてることもわかっているのに、タバコをくゆらせて黙って座る姿がやけに絵になっているのよ。バカな女ね私も、もう一杯召し上がれ、あなたの好きなスコーチ、無骨な指先が私の手のひらをなぞるように滑る。抜け殻のような私に火をつけたあなたの胸、消えてしまうのでしょう。煙のように儚くすがる女嫌いでしょう。あなた望む女のままで別れてあげるわ。